京都市立角松室小学校は、かつて、京都府京都市下行区、高津寺通堀川東、日西高津寺町にあった、公立小学校。を、1991年度末をもって、修徳、豊田園、有林、海地の4校とともに、京都市立落尾小学校に統合され、並行した。遠隔誌によると、明治11年2月、角松室学校と改む、 安ずに二角、松室の証拠は、大学の、格物父よりで弟子者にして、本校当事者の届け出により、牧村知事の隠居を得たものなり。格、致すという名称は、大学の、格物父から出ている。これは、大学の教科である礼、楽、社、語、書、数の陸芸を習得するのが知を致すゆえんの意味である。下に衝述するように、 全受動数がほぼ100名規模となり、京都市立落尾小学校として統合された。通学区東は、西の東院2、東側西は、堀川2、西側南は、松原通北側北は、市場通北側教育目標心の豊かさと、たくましい実践力のある子どもの育成研究主題一人一人が考えを出し合い、 お互いを高め合える授業重点目標たような考えを引き出す工夫をして、児童数1年17名2年16名3年20名4年20名5年13名6年17名合計103名廃校後は、落語小学校や堀川高校の第2教育施設などとして使用された。2017年年4月、近隣の生鮮小学校と順風小学校が少子化のため統合され、 下行宮美小学校となり、その新校舎を新築することなり、工事期間中はここ各松室小学校跡地に建てられた仮校舎が使用された。その後2020年4月には、下行宮美小学校は、元清泉小学校跡地に完成した、新校舎に移転した。京都市は、下行宮美小移転後の旧閣松室小跡地について、 市内に残る貴重な用地である。将来用地として、その人を地域住民と共に考えていくとしている。以上の二十一町がある。町内区域は概ね上記の区域である。以上、現在は、笠鉾が一基、山が四基この小さな角松室学区にも歴史はあります。サメガイ通りと東中筋通りを除いて、すべての通りはいずれも七百九十四年に開通しました。 同年は、関武天皇が長岡京を廃して、平安京に遷都された年です。朱子学では、物に隠れて、地をいたすと読み、外界の色々の事物の道理を極め尽くして、事故の地を磨き極めるとえく。陽明学では、物を隠して地にまつむろると読み、物は、我が心の意で、自己の心を正すことによって、先天的の領地を磨くことができると説く。 そのいずれをとって、公明としたにせよ、子供たちが立派な人物になってもらいたいという当時の、先生や親たちの願いが、この公明の中に込められている。平行機関資格、いたす京都市教育委員会編集発行1994年13、P 第二次世界大戦中の堀川通学長に、伴って亡くなった町内がいくつかあるが、陶器上の町名としては、 上記の他にも現存している町名がある。薬道下行下行区しも110周年記念委員会、編集発行1990年、P26。ありがとうございます。